い、マスオゲームズでーす。はい、今日はですね、マスオのスプラトゥーンということでフェスマッチやっていきたいと思います。で、今日はですね、この方も一緒にね、フェスマッチに参加していただきたいと思います。この方です。カズラズンです。カズラズンです。そうなんです、なんとカズさんが今日は来てくれてます。最近 A マイナスだったカズラズンですね、今日は遠征ということでね、自宅でフェスできないみたいなんで、はい、カズさんね、そうです、一緒にちょっとフェスに参加していこうかなと。はい、よろしくお願いします。はい、ます。わー、ちなみにカズさんはどっちの方が好きですか？いや、僕はね、ホタルちゃんなんですよ。ホタルちゃん、あ、じゃあこっち癒しを求めてるんですね。癒しを求めてる。で、マスオくんは違うでしょ？はい、実はですね、僕こう見ますとパターン、あおりちゃん派なんです。なんだろう、刺激を求めてる感じがね、癒しというより刺激ですね。あ、でも家に入るとね、多分優しくなるタイプなんじゃないのかな、おりちゃんは。ツンデレ感じ、うん、な感じで絶対そっちだと思うね。はい、じゃあちょっと実際に参加していきたいと思います。さあ行きましょう、実況です。はい、実況、実況ですね。いやー、よかった、フェス参加できて。いやー、そうですよね、あの、帰れなかったらフェス参加できない。お前もさ、あの、参加できなくてさ、フェスに。やばいですね。俺今回もね、今回最後だからさ。はい、あ、そっか。まあ東京まで本体持ってこうかなと思ったぐらい。どうしようと思ってさ。あー、来ましたよ。やりましょう。今、あおりパワー1700ということでね。はい、まあ S プラスだと1700スタートなんですけど。すごいね、1700が。はい、さあ、ここで。それ以上もあり得るんでしょ？全然あり得ますね。カンスト勢だと2100、2200。わぁ、1710。あ、1706、ちょい強めだね。ちょい強いですね。なんか、今回やってて思うんですけど、あおりちゃんの方が、その、パワー高いこと多いっすね。あー、強め、うん、強めなこと多いっす。あー、これなんかあるのかな、やっぱり守ってあげたいみたいなね、ホタルちゃんを守ってあげたい。いやー、やっぱりそういうことなんすかね。あ、見てるね、見てるね、ちゃんと。いましたね、いるね。え、もうそこにあの、あれ貼られたんで、うん、壊しとこうって。あー、いる。そういうことちゃんとしていくんだ。なるほどね、対戦かもね。あー、相打ち、相打ちは勝ちみたいなもん。相打ちでもね、相手ね、ビーコン張ってんすよ、今のところ。まあ、まだあった奥に。そうなんす、ビーコン張ってるんで、相手の方が復活でいったら早い。あー、怖いなー、前線までピュッと。なかなか頑張ってんね。頑張ってますね、こっちのチーム。来た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 、来てますね。でも、みんなちゃんとやってるわ、みんな。えらい。よし、ちょっと僕も前線で戦うようにしましょうか。キル取りに行きますか。キル、今回はでも、あー、ちょっと、おお、キルってより、やられないより塗るが先決かもしれないですね。あ、今回の武器的にも。はい。あ、めっちゃ塗り強いね。塗りすごいね、塗りパワー。塗りパワーすごいっすね。ただこれだけ塗られてると相手も行動しづらいんで。なるほど、そうか、足元から固めるパターンですね。わかりました。これちょっと裏取りパターンのやつはするんですか？裏取りというよりはもうしっかり塗っといて、相手の攻めるところを基本的になくす。あー、塗っていくよ。イメージで戦うんで、戦いにくい感じで来たらあんまり良くないと思いますよ、今回は。はい。あー、俺次何でいこうかな。いや、これ僕も悩みますよね、最初武器何にしようか。さっきから結構悩んでるでしょ？結構悩んでます。あー、はい、入ってきましたね。あー、上、後ろ、え、うわ、今ボムが来てたのが見えなかったですね。ただ僕が一回ここでやられちゃったんで、うん、一瞬、なんていうんですかね、こう崩れるはずなんですよね、僕らの守りが。うん、あ、でも、まあ、まだ守ってくれてるよ。守ってくれてるんで、その隙に素晴らしい、しっかり素晴らしい。なんか今回仲間がやばいっすね。仲間は優秀だね。優秀ですね。仲間やられてないよ。えぐい優秀ですよ。おー、来てる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 。さあ、ここからどう止めていくのか。あー、内側入ってきたね。嫌ですね、これ。あ、行っちゃったかな、行っちゃったかな。あら、いや、大丈夫。あ、奥に押しやられてるんだ、仲間のあれで。うわっ、見えなかった。タイミング来ましたね。スキラッシュバム、最後の最後のここのあと10秒、やばいっす。まずいよ、15秒。あ、でも相手1いったけど、どうだこの人。あー、すごい、距離がすごい。ここで一人でも、あ、落ちた。うわうわやっちゃった。たぶん、あ、でも、あー、ギリギリ、うわ
おーよかったー、キル多分僕ゼロですね。強い、キルゼロ多分。1取りましたね。あ、でもクロガロンの人とかもいて、いろいろですね。よかった、ちょっと強くなったね、これで。やりました。あの、あおりちゃんパワー少し増しましたね。やったね。じゃあカズさん、一回行きましょう。お願いしてもいいですか。ちょっと武器変えてもいいですか。はい、もちろん。はい、さあでは参戦でございますよ。もずく農園頑張っていきます。お願いします、カズさん。頑張っていきます。1760。やっぱりでも相手の方がこのどっちから行くといいですかね、これ。いやー、僕はあんまりちょっとね、デスマッチに関してはね、勝利の仕方がいまいち分かってない。分からない。だからね、この A マイナス代表の私がね、教えてあげましょう。A マイナス。で、ここ。あ、来てる。うまい。危ないよ。あー、嘘。早っ。相手に。やった。私も溜まったよ。ましたね。私も溜まっていきました。あ、やべ、チャージャイル。チャージャー。怖い。そういうのやだ。そういうのやだ。いや、カズさん。あれじゃないですか、ガチマッチ。あ、嘘。なんかスムーズに戦ってるイメージですね。色塗りがいいね。いやー、今のもったいなかったな。後ろしてられちゃった。ここら辺ね、こういうの大切だよね。重要ですね、こういう作業ね。最後ほんと効いてくるから、ここら辺のね、エスプラの戦いはね。私もね、よし止まった。素晴らしい。これでも積極的に参加できるぞ。打ち抜かれることがなければね。あ、でも今半分濡れてるんで。待ってね、いるね。あ、いい牽制ですね。やだね、やだね、俺やだね、さっきみたいにね、いいですね、パッとやられるのやだね、俺。お、うまいところにボム置きましたね、なんか今。あー、バレている、私がバレているけど大丈夫だ。あ、でも今いい感じでいってますよ。真ん中は取られちゃってますけど。あー、使わずのバリアが炸裂してしまった。いやー、悔しいっすね、これ。残り1分。ただまだ1分あったら。あー、やだなあ、いつやだなあ。果たして。ああ、やばい。はい、まずいぞ。やられている。ボッコボコになっておりますよ。いや、まだわかんない、あと1分ありますから。こっからね、挽回できればそんでいいんだよ、僕は。やっぱダイナも強いっすね。ダイナも、どうにかなんないの、あれ。ダイナモを処理するためにの武器ね、来た方が。もういなくなった。いやだよ、もうダイナモさんとか。要所で溜まったけどさ、危ない。難しいな、ハイドラとかの方がいいのかなって思ったり。難しいっすね。こっちこっち来るって見られてるでしょ。ああ、もう見られた、もうやだよ。さあ来なさい。ナイス。どこに逃げた。お前はどこに逃げた。よし、仲間ナイスじゃねえよ。おこれ、ありますよ、ワンチャンありますよ。こっからだ、こっから。あ、真ん中まず、うわ、うまい。あ、やべ、打たれちゃったな。あ、やべ、やられるパターンです。あ、囲まれましたね。クイボ来ますか。そう、クイボが今回なんで食らってんだろう、これ。いや、でも17秒あるからね、まだ。いや、全然まだ17秒あるから、まだ分かんないよ。全然分かんないよ。あ、これまずいやつだね、これ。やられるパターンのやつだね、これ。うまい。少しでも、さあ、少しでも塗っていきたい。ああ、もう無理。ああ、果たしてどうでしょうか。あっちゃー、いやー、やっちゃったさー。むずいっすよね、かなり。 A プラの A プラ僕今 A プラまで上がってるから、洗礼がこれだ。いやー、洗礼、あー、これはやられてしまいましたね。難しかったですね。はい、ということで第3戦フェイスマッチやっていきたいと思います。敵を取ってください。いやー、敵取れるようにね、ちょっと頑張っていきます。おでも1750。あ、同点ぐらいですね。ただ相手射程長い武器多いんで、じゃあそこが怖いよね。しっかり塗り固めて回り込んで戦えるようにしていきたいですね。まずはこっちの方来る。こっち来てますけど、相手こっち来てないんで。あら、いや、そういうパターンもありえるんだね。はい、こっちに全力を。ああ、一番苦手なやつだ、この近距離戦。ただ、射程長いんでね、相手。おーっと、うわー、来ましたか、フライムシュート。ああ、やっぱりマッチョ仕様ですね。マッチョ仕様でしたね。今はまだやられないんじゃないかなっていう、ちょっと油断あったんですけど。一発が早くなるよね、マッチョ仕様になると。おい、犬いる。いい目してるよ。
夢してるよ。おお、広げてく広げてく、強いねこれ。無理やりに無理やり広げることができるんで、まあここで時間取りつつ後ろから行ってほしいなっていうのはありますよね。ここで今10秒ぐらい稼いだもんね。あー後ろ来てる、よく避けた、よくぞ避けた。うわーやられた。やっぱ人足積んでるから避けやすいは避けやすいっすね、やっぱりね。さあ相手もゾンビちゃんや、軽い。おお、イカが攻めてくるよ。どういうギアがいいもんなんですかね。難しいっすよね、みんなやっぱちゃう。本当ばらけてきてんね。さあ来てるぞみんなが。おお倒した。今真ん中の方捉えちゃってるからね、取り返したいとこだよね。おおまた塗りが塗りが、おーいよ、おーしよし、避けきった。ただこっからですね、相手がどっから来るのかしっかり見つつ的な、なんか気づかないうちにさ、あのそこの金網渡ってるパターンに呼ばれる。 ありますねお前アフィキンの会みたいな。わかりますそれ、うん、おー入れよチャージャー、これ攻めてたら OK。 おーいいねいいね、エイムの調子がねちょっとずつ慣れてきましたね、最近クロガロン仕様のあれになってますからね、エイムは。ああそっか、また違うやね。やっぱ違いますね、全然。なんかポタポタかすめるような感じに。おおいいねいいね、仲間と協力して。でここで、おお内側来たよ。おおこれ避けるのも使えるでいいよね。そうなんですよね、なんとなく回避やりやすい、うん、さあ今上の方に なんか見えたようなね、そこに見えたよね。ただ相手も食い棒投げるとちょっと警戒するじゃないですか、うん、それは使えるっていうのと、どうしようかな、一回戻って、ここが一回戻って、あーなるほど、そうなんですよ、ここ今塗られてるのが怖いなと思ったんで一回こう塗りに来といて。素晴らしい。いや分かんないです、どっちが良かったのか分かんないですけど、はい、さあどうなったか、どうなりましたかねこれ。あーこれはいい勝負、いい勝負来ましたね。よーし来ました。いや最後のあれ大きかったと思うわ。はーい、最後地味に大きいですよね、5パー分ぐらいね、うん、来ましたね。はい、ということで、はい、なんとかね勝てました。私は負けました。いやーね、ぜひあおりちゃんには僕が勝ってほしいと思ってます。これであおりちゃん、はい、今回は、2勝1敗、2勝1敗ですね。10ポイントちょっとプラスされたんだね。10ポイントプラスです。なんとか1800-1900までね、ちょっとこれから持っていけるように頑張っていきたいと思います。ちゃんとメインの更新も頑張ってよ。あ、そうですね、ね、やばいやばい、ゲームしすぎてるとメインもね、そうですね、頑張ります。はい、はい、ということで皆さん今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオとカズオ TV でした。バイバーイ。カズさんの方でも上がってるんでよかったら見てね。ヨロピク。